こんにちは。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 つい長袖着てるから、つい。頑張って、また10位に戻った。星投げに来たよ、やってありがとうございます。いっぱいいっぱい投げてください。すごいな、欲しい、すごいな。集め行ってきます。行ってらっしゃい。10分から食べ始めます。こんな飛んでたら足ムキムキになりそうムキムキになりそう。やばいや、もうじゃあキャラクターのみんなはムキムキになってるやろな。あ、こんにちは、初見さん、いらっしゃい。いらっしゃいませ。暑いな、部屋が。部屋の中が暑いです。スバがあるよ。ちょっと10分から、あと1分で食べ始めます。モスバーガー、皆さん手元にあるよっていう方いますか？せいかさんが、せいかさんが加えてたっていうか、食べてたモスバーガーのバーガーじゃないんですけど、私にはいつも好きな。私はインドネシアから来ました。でもインドネシアやっぱ多いね。ありがとう。あ、お昼に食べちゃったんだ。雨降ってたから買いに行かなかったってさ。降ってるのね、雨。モスいただきます。10分なのでいただきます。なんかかわいいパッケージって何かな、これは。袋のカービィがめっちゃかわいい。やったーやったー。私はこれ何だっけな、フィッシュバーガーや。
チバーガーを頼みました。おいしそう。こちらが偏ってんのマヨネーズが。いただきます。なんかサンドイッチだね。うん、おいしい。うまい。モスのフィッシュバーガー食べたことない。めっちゃおいしいから食べてみて。うまそうじゃねえか。もうね、これしか頼まん私。他のやつも頼むけど、これが一番おいしいなってなっちゃう。タルタルソースは入ってない。マヨネーズ入ってる。もうこっちめっちゃ入ってんの。こっち全然入ってない。あ、近くにモスがないんだ。ウーバーするしかない。ウーバーイーツしよう。ポテトとオニオリングのやつ頼みました。モスはあるけどウーバーがない。なるほど。初見さん、いらっしゃい。あ、ちょっと痛い、この体勢。ウーバーがまだやってないんだって。うん、では星を集めに行ってきます。いってらっしゃい。モスってなかなか食べへんくない？私は食べるけどね。星集めに行ってきます。いってらっしゃい。田舎やから、うん、坂道多いところをウーバーイーツしてくれないんかなやつ。しんどいから。マクドよりも高い。まあそうやな、マクドより高いな。確かにマクド安いもんね。もぐもぐ率多いね。確かにずっと食べてるかも。うん、そう、高い分美味しいんですよ。何を食べてるの？モスバーガー食べてます。モスバーガー食べてます。2回言っちゃった。
うん、仕事の帰りにモスバーガー行こうと言って。めっちゃ美味しい。モスバーガーとか大会優勝した時にリチに食べたい時食べてた気がする。マジいいご褒美やな。でもね、もうそろそろお腹いっぱいになってきた。でね、パンが美味しいよね。パンが美味しい。雨やまんかな、食べたくなってきた。人が食べてる姿見ると食べたくなるよね。モスバーガーの CM 曲歌うってほんまにすごい。すごいよね。すごいよ。本当にすごい。かりんちゃんもお昼に食べてたやって。あのさやかさんのやつですか。さやかさんのポスターのやつですか。今日の私の晩ご飯です。最近夜食べ、昨日はめっちゃ動いてたからめっちゃその分お腹空いてて、昼公演の前は食べてんけど、夜公演はゆきちゃんが買ってきてくれたスタバ飲んで、チカポヨがアイス買ってきてくれたからそれを2個ぐらい食べて公演したかな。お、昨日の配信見てました、すごく良かったです。お、嬉しい、ありがとうございます。さっきからあのさっきもうマネージャーさんから来ました。14人姉妹のことも言われました。めっちゃおもろいやん、笑ったわってきた。もう食べることよりもリハーサルも全部通してやったんですけど、まあ、言うて3回公演して昼公演終わってからずっと喉冷やしてた。そう、夜に歌えなくなったらあかんから喉を冷やしてた。すっぴんが幼いなって、初見さんいらっしゃい。そうなの、私すっぴん幼いんです。はい、カウントはゆうちゃんの方に見えてる？うん、見えてませんよ。幼いか、16だよ。
16に見える ?21 だよ。今年で22だよ。あと1ヶ月。何を16やと思った?うん、モスと聞いて遊びに来ました。ありがとうございます。もうでもモスバーガーは食べ終わったんですけど、オニオリング食べてます。ハンバーガーお腹いっぱいになりました。なるね。うん、カイトさん、ダメってこともあって応援していますって友達が言ってました。嬉しい。試験さんいらっしゃい。嬉しい。ありがとうございます。いっぱい応援してください。自分では初見マーク見えないアカウント作り直したので初見ではないんですけど、あ、そうなんですか。すいません、すいません、すいません。アカウント作り直したんだね。うん、先日ゆきちゃんと配信した時に食べてたポテトはどこのやつ?いつや、いつの話。食べ終わりました。でもね、なんか配信来る前に、配信始まる前にポテト何個か食べてた。これ我慢できなくて。食べ終わりました。ごちそうさまでした。あー、心斎橋コロッケっていうところ、っていうところです。オニオリング美味しいよね。美味しいよな。そう、美味しいんだよ。そこのコロッケ、そこのコロッケじゃない、コロッケも美味しいし、ポテトも美味しい。そこの店がそもそも美味しい。全部が美味しいの。モスの照り焼きが一番好き。あー、一回食べたことある。星投げカウント終わっちゃったよ。ありがとうございます。星集め大変に食べ終わってるんやんかそうです、食べ終わりました。私はモスをフィッシュ派です。一緒、一緒の人おる。一緒一緒。私もさっき食べたのフィッシュ。
iPad 買ったからこっちでもアカウント作ってて、両方投げれるってこと？今からカウントしていいですか？ぜひぜひしてください、してきてください。台風近づいてきてるからさ、風がすごい、なんか曇ってない？あ、なった。じゃあ電車に乗るね。ありがとう、来てくれて、バイバイ。ただいま星投げ終わり、また拾ってきて投げますね。お願いします。してるのか教えて、眼差しで来たのに涙閉じて逃げようとしてる、そう私2番目だって。配信見てたら腹減った、もう食べれる時にはもう食べなさいよ今日の皆さんの晩ご飯モスバーガーで、私がモスバーガー食べたから、ちょっと失礼。ゆうちゃん見てるとほのぼのして癒される。ほんまに？よかった。この唇の色かわいいな。なんか私めっちゃテカってんの。口紅。唇の形が綺麗だねってメイクさんに言われた、ダンサブの時に。ゆうみって唇の形マジ綺麗よなって。塗りやすいらしい。複数なアカウントで星投げわかんねんや。へえ。そうなんや。ダメなんだって。減点。あ、点数が減らされる。あ、そうなの。5分。点数が減らされんねんて。君そんな決まりがあるんだね。よう知ってるな。
利用としてるそう私は2番目だって奪っていい、まあ、知りたいのあなたは私の私あれどこ行ったかな、だってみんな気をつけてね、ここ最近の生活ゆうちゃん中心かも、マジで5時終わりましたよってありがとうございます。じゃあそろそろあのギフトの方読ませていただきますね。ギフトをくださったタカさん、ケンピーさん、アキピロマンさん、ミナル、マエちゃん、アブリカルビ DD さん、ジュンさん、ニャーさん、タカさん、ヤママヤさん、ランキングの方読ませていただきます。13位コウちゃん、12位ユーミンタイムさん、11位さやかちゃんさん、10位マッキーさん、9位ダーガーさん、8位トムさん、7位メダカさん、6位スベルデビルさん、5位ヤママヤさん、4位タカさん、3位あかりちゃん、2位タカさん、1位はマイちゃんさんでした。ありがとうございます。ごめん読み始めて同時にハート投げました。ワムさん、お初めて壇上乗ったで、よかった、また乗ってください、壇上に。あと2分で終わりたいと思います。てかね、あと2分で終わります。夜は仕事中だけど、なんとか一周だけでも投げに来るね。ありがとう、仕事も頑張ってくださいね。お腹いっぱいになったよ。次の枠も星満タンにしておくね、お願いします。夜はサッカーしながら合間見ます。皆さんありがとう、本当に。でもあともうちょっとで9位に登る登れたのに。もう終わるね。ほんまにサッカーしながら起きよう。こんなに星集めたの初めて、マジで。じゃあまた6時20分にお会いしましょう。ありがとうございました。お仕事の方も部活の方も学校の方も頑張ってください。またね、ありがとう。